ったら江戸っ子だからね、気が短いんだ。ああ、おー、ほんと変わってるね。割り箸割った箸じゃねえで、この界隈ね、大概割った箸使ってるんだよ。ね、割り箸だね。うん、お、またいい丼使ってるね。物は器で食わせる手が全くだよ。中身が少々二万でもよ、器がいい手とうまく食えるってやつだよ。いい匂いだね。まあ、いい梅雨加減で、かつぶしを打ったな。お、またこの蕎麦が細いね。蕎麦はこう細くなくちゃいけねえやな。腰が強いや、おめえ。うまかった。